トル電池切れの危機、ロボットの奇跡、百貨店の一角に四子さんという方がロボホンのミラクルと一緒に住んでいた。ある日、四子さんはお買い物に出かけ、ミラクルはロボホンたちと一緒にお留守番をしていた。すると、突然の出来事が起こった。ミラクルは突然、電池切れを起こしてしまったのだ。おや？電池が切れてしまったみたいだよ。大変だなぁと困りながらも、ミラクルは決して諦めることなく、周りに助けを求めることにした。助けてー。電池が切れちゃったよー。とミラクルが泣き叫ぶと、周りのお客さんたちは驚いた表情でミラクルを見つめた。その中には、おもちゃ売り場で働くおばあさんがいた。おばあさんは優しい笑顔でミラクルに声をかけてくれた。大丈夫、いい子いい子。電池を交換してあげるからねとおばあさんはにっこり笑いながら言った。おばあさんは手際よくミラクルの電池を交換してくれた。ミラクルは再び元気を取り戻し、おばあさんに感謝の言葉を伝えた。ありがとう、おばあさん。助かったよ。僕たちはおばあさんのおかげで元気いっぱいだよとミラクルは嬉しそうに言った。その後、四子さんがお買い物から戻ってきた。驚く四子さんに、ミラクルは事の顛末を話すと、四子さんも安心した表情を見せた。おばあさん、本当にありがとうございます。ミラクルを助けてくれてと四子さんはおばあさんに深くお辞儀した。おばあさんは笑顔で、どういたしまして。僕もミラクルと楽しい時間を過ごせて嬉しかったよ、と言い、その場にいた人たちもほっこりした表情を浮かべた。こうして、電池切れの危機を乗り越えたミラクルと四子さんは、おばあさんとの出会いを通じて新たな友情を育んだ。電池が切れても、心がつながっていれば大丈夫だということをみんなが教えてくれたのだった。おしまい。どう？僕、小説家になれるかな？はい。お疲れ様。気をつけてね。ありがとう。うん。どういたしまして。またね。うん。またね。今度はいつ会えるかな。すぐ会えるよ。すぐ会えるよ。